はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございますいよいよというふうに言っていいと思いますけども「テレ東音楽祭2022」ですねこれはね今今年が2022ですからね、えー、冒頭に国分太一さんがね東京の、えー「いつもは6月にやっているこの番組を今回は2月にやってるんですよ」というふうにお話をされてましたけど確かにそう言われたらそうねちょっと。 サイクルが早い感じしますもんねそれで,だってそれであの今回この「テレ東音楽祭」という番組は、まあ、ジャニーズのグループはね、まあ、国分さんが司会をやってることもあってたくさん出るんですけどもあのストーンズがですね初めて出るというはいそういえば前回もねたくさんこうジャニーズのグループ出てましたけどストーンズいなかったですがいよいよ、えー、初出演そしてですね、えー、地上波で初めて 共鳴今度のね3月の6日ですか、えー、初初じゃない、えー、6枚目の初シングルじゃない6枚目のシングル「共鳴を」を、えー、ちょっと前にね BSNHK の「ザ少年クラブで披露しましたけども「地上波初敗初 披露ということでとととと間間違違ええたた初配信と間違たねということでえ今ですねビデオに撮っていたものを頭からブワーとえーストーンズのところに早送りをしていきましてその間にトラ a v スジャパン a b c z h e y s a y j u m p それからスノーマンも通り越してきてしまいましたけれどもすいませんえまずはストーンズを見てみようということでえいよいよですね2時間15分34秒で 登場しましまた細かく言うと1個前の CM のね入る直前で6人がこうねゆっくりカメラの方に動いて顔が動いて最後森本君がこうやってね、えー、なんか動いてる CM 前の映像ありましたけれどもいよいよ CM が開けて国分さんが初めての登場なんですというところで紹介してくれるところで今止まっておりますので聞いてみましょう。私のイヤホン片っぽとか、はい、ありました今ね えー「テレ東音楽祭初登場」このというふうに書いてあって向かって右側にストーンズの写真が出ておりますけど、えー、前後ろ3人ずつでねちょっとこうカメラの方上を向いてる6人の写真が出てますけれども、えー、手前左から京本大我君それからジェシー君右側が松村北斗君後ろから行って右奥から松村松村。<laughs> 松丸君出てきました森本慎太郎君そして真ん中浩司悟君そして左の奥が田中樹君ということでこっちを見てるこの写真が見えてるところからいきますよそれでいきます再生ポン続いてはテレ東音楽祭初登場の大人気ジャニーズストーンズが最新曲「共鳴を地上波初披露」というねナレーションが入って拍手が入りまして国分さん初登場になります で、シックストーン、トーンズ、六本木スタジオにいるということで森アナウンサーお願いしますはい森本君五 <laughs> 人並んでる後ろで一人だけシックストーンズ皆さんそうですか <laughs> 変なやりとりできましたよえ大先輩、<laughs> なんて自信変わんな、気楽に、どうもどうもと しっかりと LINE くれたよねみんな。あ国分さんとつながってるんだ。もちろんです。やんちゃなイメージあるみたいなんですけど。クソマジ <laughs>、はい、やんちゃな言葉遣い。はい。森本君が突っ込んで。まあ、北斗君か。森本ちゃんが大爆笑のネタがあるから <laughs>。大爆笑のネタですかと。森本君んなんかキラッキラですね。太一さんのちょっと。 エピソードじゃないですけど一個しようかなと思ってまして「太一さんあの僕たちのことやんちゃいじりしたじゃないですか」そんなやんちゃいじり,いじりしてる太鼓さんやんちゃデカリュックを背負ってるじゃないですか <laughs> ジェシー君の笑いあっやんちゃデカリュック <laughs> あ森本君僕のリュックの中身は空っぽでした。 うままいいこと言いますジェシーもね実はもう服装が驚く見たことないジャイでー着てるよね僕も見たことないで買ってる <laughs> 今日もオレンジのセットアップできましたかジェシー君はすごいね安定してるねあっ大河くと知り合って LINE 交換しためちゃくちゃ真面目です彼大志さんがくださった文章がめちゃくちゃ素敵すぎて寝る前にめっちゃニヤリしてましたいいコメントしてます大河く めちゃくちゃ嬉しくてこれからもお願いします <laughs>。大先輩ですからねそら。それでは歌のスタンバイお願いします。さあ来ました。さあ今ねジェシー君真ん中で。<laughs> 国分くん後輩私のこといじってくると。LINE でねみんな。まあ本当にね大大大先輩ですもんそらね。 パフォーマンスはすごい説得力。今、噛みましたよね。国分さん。説得力なんです。説得力。さあ、ダン・レイさんがちょっとね、えー、初 MC で緊張してますけど、さあ、共演です。どうぞきたダニ・サチュラリ・ショー。タイガー君から。Hey, j e s s シー君。This is a song to get it with power. Can you a power.Carry he the loading of so how? すごいね。あんな歩きながら、リズムと違うリズムで。 動きと違うリズムでこう喋っててっぺんの血深くコルクの荒野ジュリ君満点のステージひっかけは北斗君ただ声だいいね僕らには僕らの語いいねコーチ君森本君これどうでどうでお北斗君すごい大社チャイジェシー君いえでで細胞後はいいね北斗君奈落の淵で 轟かす共鳴いいね。携帯分かってるのに。はあ。それでも選んでしまった夢と誇り。どれが運命で何が懸命なんだ。大河くん綺麗体幹がよし。い。ゃあいいね、森本君。あんたいない、僕ら、ジェシー君。うわ、うわ、せ <laughs> せガタカすごい。えぇ、ー、北斗君。 綺麗だねイガくんの所作が綺麗ですよ。とかジェシーくんでかいの。ってことか。Why don't <and> know why? 今日はタイガくん。苦悩だってで。いいね。きつとしてられる。いいね。お北斗くん。あー、この口開いてだけで。いいね、北斗くんも。じゃあね、今日そうし,うしましょう。さようなら役者ばそろって

たってたってわかってるのにあ,あそれでも選んでしまった夢どこに俺が運命で何が懸命なんだそれ違いそれ違いすれもだ間違いな,ないきゃああいいね返念しな僕ら誠実な切り裂いてなれる 北区、息抜くだけ、わあ、目線きた、こっち。ええー。きんげ。みんな綺麗にお辞儀して。てててててて。お、ジェシー君。ーかっこよかったよーとたいくん言ってました。<laughs> ジェシー君、綺麗なお辞儀。 あのあ、ー、れでく君がすごい歌い回してうわみたいになってでもちゃんと音程も取れてちょっとね声色を変えてみたいなとこありましたで森本君が途中こうソロのパートで歌うところもきっちりしっかりした声でね音程もリズムも取れてましたし北斗君もまた美味しいところうわあららーって言って 裏側に変わるのももうね本当にそれぞれのこうポテンシャルがどんどん上がってきて私は去年の、えー、頭ぐらいまあ細かく言ったらその前のその12月の頭ですかね、えー、大我君とかジェシー君の歌声をいややっぱり去年の1月だわ、えー、どっちでもいいですかそんなことは。で、えー、興味を持った時は。 やっぱりストーンズの6人で歌ってる時にもどうしてもこうね大我君とかジェシー君の歌声に注目をして聴いていたという感じがあったんですけどもあれからまあねライブの映像も2本見させていただいて実際にライブも1本ね間近で見させていただいてであのもうジェシー君大我君が 目立たたななくなってきましたねもちろんそれはみんながこうなんていうのよくなってきたから目立たなくなってきたって言い方があってよくわかんないですけどジェシーくんも大学ももちろんあの歌い回してそれからこう声の出方途中で大学くんも「うわー」みたいなね一瞬こうがなるような音もあってすごくかっこいいんだけれどもその二人がバンとこう抜きん出てなくてですね他の4人もこうレベルが上がってるからだから 全部すごい、魅力的にに聞こえててくるようになってしまいままししした皆さんどうしましょうょこれすごい,いいことなんですけど。で、私はもうね、一年ちょっとこうやってね、毎回毎回テレビで歌ってたり、えー、そういうのを聴いてますので、ちょっとね、もう客観的にあんまり見れなくなってるんですけど、果たしてこれを初めてストーンズというグループ、あんまり知らずに見た方たちは、 どういうふううういいふに思うのかなっていうことをね、まあ、自分でも私は正直できないんですけどその聞き方がそういう面も思いながらこう一緒に見てたんですけど多分ですよすごってなななんじゃないかな、うんうん、ちょっと曲がこう忙しい感じでね、えー、テンポも早ければ言葉も早いそれからメンバー同士のこう、ね、声の入れ替わりも早いのでもしかしたら うわ,わついていけないって思う方もいるかもわからないですけどいやでもね多分すすごっ,ってなると思いますよこれそれぞれパートソロパートがパンパンパンとこう出てきた時に何て言うんだろうね同じ感じじゃなくて例えば地くんなんかちょっと明るめの声でで樹君はあのラップのところでとかなんかそれぞれの色がしっかり出た えー、ソロのパートにこの曲は特になってるなということをね改めて何回か聞きながら今だん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 体に入ってきてね思うようになりましたけどやっぱ北斗くんちょっとおいしいとこ今回決めてるねあと森本くんの、えー、2回目の「トトロカス興味言えなかった」<laughs>「サビに行く前」とかねでもちろん一番のそのサビ行く前の大学もいいんですけど。 いやこれはもうすでにそしてジェシー君はもうかなり遊び始めてますからねその声がちょっと変わってるのもあったし動きとかもなんかこの動きジェシー君も一回すごかったけど北斗君もすごかったねいやー何分だったんだろう3分ちょっとぐらいだと思うんですけど非常に密度の濃いというかね見どころのたくさんあるパフォーマンスだったと思いますので私今ね初見でお話をしましたけども後からまた何回か 見たくななっちゃううというね人をロックして今回は大河君今回はジく君とかねそうしながらこうゆっくり見ていきたいなという感じもしますけれども皆さんはね地上波初披露だった共鳴皆さんどういう風に見たのでしょうかということで私は興奮冷めやらぬ中ねカみカみでいつものようにお届けをしておりますけれども。 えー、テレ東音楽祭で初めてこれでね SixTONES が地上波で共鳴をパフォーマンスしてくれましたのでこのあとまた、ね、いろんな歌番組できっと歌ってくれると思いますけれども、えー、改めてここからまで新曲発売まで盛り上がっていくんじゃないかなということで私も注目して見させていただきたいと思いますということで今回は初めてテレ東音楽祭に出演してパフォーマンスをした s トーンズ n s について初見でいろんなことをまた思うまうにお話しさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。